福岡県大牟田市の指定暴力団浪川会のトップが29日、警察に引退を届け出ました。四代目同人会小林会長の引退に続き浪川会総裁が引退した。しかし、浪川会の名称も近いうちに変更になるようだ。工藤会が過去の事件で起訴されて無期懲役の判決を受けていることで、警察の次のターゲットは同人会と浪川会の2008年頃の事件を警察は引っ張ってきて、捜査していたのだ。同人会小林会長と浪川総裁の逮捕に向けて動いていた矢先の引退は何を意味するのだろうか。警察にしてみれば、当時のトップらが引退しても、組織は残っている。逮捕されても組織にダメージはないのだ。浪川会は浪川総裁が引退したことで組織の名称も変わるようだ。浪川総裁のカリスマ性と資金力と行動力があればこその浪川会だったと言っても過言ではないであろう。浪川会が解散して政治結社を設立するのではと噂されている。その面倒を見るのが六代目山口組の高山若頭ではないかと囁かれているのだ。浪川総裁と高山若頭は頻繁に会って二人だけで話し合ってきた。内容は本人以外誰もわからないが、末端組員らは噂話しが大好きである。ただ末端組員の予想や話などは当たったことはないのが現実である。ヤクザでいることに何一つのメリットがないが、ヤクザとは商人ではないのでメリットがないから仇になるわけではなく、浪川総裁や小林会長ほどのクラスの人が病気でもないのに引退する理由など我々にわかるはずもない。破門や絶縁されても引退もせずにヤクザごっこしている三流ヤクザと違い、きっぱりと仇になる決断力はやはり一流ヤクザしかできない所作であろう。九州ヤクザの勢力が弱くなっていくが、警察は行動会の総裁であり、六代目山口組の若頭である高山を逮捕すべく動き出してるのは間違いないであろう。手榴弾事件は確実に動いているのだ。高山若頭は犯人が山口組ならば必ず出頭させろと言っているようだが、無期懲役は確実であることから出頭する人がいないため、警察はすでに別件逮捕している末端組員を犯人にするべく動いているという。末端組員の証言だけで高山若頭まで逮捕できるのだから、手榴弾を使用したら国家権力は強くなるのだ。なぜなら戦争で使用する道具であり、確実に市民に被害者が出る確率が非常に高いからである。マシンガンや手榴弾なんかを使うことは国家転覆を狙った左翼とさほど変わらないし、そもそもそのような武器が密輸されていることにも問題であり、国民はその怒りを警察に向けることになるため、警察はどのような手を使っても逮捕して起訴して無期懲役にすることが目標であり、市民からの信頼と安全安心を勝ち取ることが警察官の使命であるのだ。ヤクザごときが国家権力に勝てることは絶対にないのだから。